Hey, what's up? 山本です。私は今インチョン空港第1ターミナルに来ております。先ほど初めて乗ったチェジュ航空、そして初めて使った松山空港の国際線使いまして、松山空港から到着したところになります。本日お届けする動画、韓国の弾丸滞在記をお届けしたいと思います。このチャンネルでは世界60カ国以上訪問経験のある元ビリーガー、私山本が旅の情報、フライトレビューなどお届けするチャンネルになっております。皆さんぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。本日は5月6日、ただいまの時刻8時18分になりまして、今回乗ってきたチェジュ航空のチケットを発券したのも5月6日の夜中の2時です。もう乗りで発券したということもありまして、今回の滞在は弾丸です。どれぐらい弾丸かというと、今8時18分ですけども、明日の今頃は僕はラウンジないしは搭乗口の前にいるでしょう。すなわち明日の朝の便で日本に帰ります。バカですよね。今8時、明日の朝の便なので12時間も滞在できないんじゃないかな。それぐらい今回弾丸にはなるんですけれども、韓国弾丸滞在期という形でお届けしたいと思います。今考えているのはソウル市内まで行くと結構遠いので、僕がコロナ前からよく行ってた町、ウンソという町があります。インチョン空港から電車乗っても10分ぐらいで着くんじゃないかな。町もかなり栄えてますし、飲食店も多いですし、泊まるところもありますし、ロッテマートもありますし、完璧なんですよ。なので今回はインチョン空港から近いウンソの町で韓国を弾丸的に楽しもうかなと思います。今回の動画、インチョン空港乗り継ぎちょっと利用するよという方も参考になるんじゃないかなと思いますので、ぜひご覧いただければなと思います。この後は列車乗りたいと言いたいところなんですけれども、一旦航空会社のカウンターに行って、明日のチェックインがもうできるのかどうか、あとはオンラインチェックインでモバイル搭乗券を発見して制限エリアの中に入れるのか、そこ確認したいと思います。これができるできないで今日空港泊するのか、チムチルバンに泊まるのか変わってきます。もしモバイル搭乗券が発見できて中に入れるというのであれば、今日は制限エリアの中で寝たいと思います。それでは行ってまいります。とりあえず自動チェックイン機使って確認してみたいと思います。どこの航空会社使うかは明日の動画でご確認くださいませ。なんだかうまくいきそうな気がする。発見できてしもうたよ、ありがたいね。なので今日は終電間に合えば空港戻って制限エリアの中で寝たいと思います。なので日本も帰国の制限がなくなってしまいましたので、こういったことができるのかな。今までであればワクチン接種証明書だとか陰性証明書確認してという作業があったので、こういったのできなかったと思うんですけれども、ありがたいね。とりあえずこの後は地下鉄乗ってウンソに向かいたいと思います。空港鉄道の駅到着いたしました。以前ソウルインチョン空港からソウル駅まで快速の列車、お得な行き方紹介しておりますので、時間タイミング合う方はぜひこちらご利用ください。京成スカイライナーみたいな、そんな感じの列車になっております。今日は各駅停車で向かいます。こちらが空港鉄道の路線図になっておりまして、終着はソウル駅になっております。他にもホンデ一区、ここもよく使う駅になりまして、あとはキンポ空港、ここもよく使います。そして本日の目的地ここです。ウンソという町になりまして、第1ターミナルからは2駅、第2ターミナルからは3駅で到着いたします。久しぶりだな、ウンソ行くの。第1ターミナル出発から約10分でウンソ駅到着いたしました。結構お客さん降りてますね。スーツケース持った方も降りてますので、この近くに宿を取ってる方もいらっしゃるのではないでしょうか。ちなみにこの駅にあるホテル、ほとんど送迎付きが多いです。今夜9時ちょっと前なんですけども、ウンソ駅出口のところにおでん売ってたと思うんだよな。やってね、むしろ潰れてね。確かここにおでん売ってるお店あったような記憶があるんですけども、ご覧の通りなくなってるわ。でここのザ・ベイク、ここはもう時間が遅いから閉店って感じかな。ウンソよく到着済みだ。ウンソ駅到着でございます。いやいいね、久しぶりに来たけども、ここの雰囲気好きなのよ。駅前結構栄えてるので飲食店もかなり多いですし、すぐ隣にホテルもあります。まだ動画出してないんですけども、このゴールデンチューリップホテルっていうところ泊まったことありますので、いつの日か動画単体出るかもしれないですし、フライトレビューにくっついているかもしれませんし、いつの日かお届けしますのでお待ちくださいませ。奥にはダイソーがあるのも見えるし、何食べようかな。あ、そうそう、あとねこれロッテマートがありますので、お土産買う方ここで買うっていうのも一つありかもしれません。何の車だろう。ホテックって書いてるんですけども、ホテックなんだ、ちょっと覗いてみましょうか。違った、ホットックだわこれ。もうニョニョニョって書いてるハングルちょっと読みづらいんですよね。見たらホットックでした。あー、ホットック
いやでも今甘いものの気分じゃねえんだよな。ちなみに、あ、安いじゃん。いや安くないか。3つで5000ウォンなので大体500円ぐらい。ただ1個だと2000ウォン、200円ぐらい。いやどうすっかな。今じゃないな。尋常じゃなくね、ホットクのいい匂いがすごい漂ってくるんですけども、一旦我慢。お腹空いて食べたいんだけども、今甘いもの気分じゃないのよ。ご覧いただいている通り、ここら辺は飲食店かなり多いんですけども、今日は本当にノープランで来たので、とりあえず何があるか自分の足で歩いて探してみたいと思います。確かこの通り両サイド飲食店だらけだったような記憶があるんだよな。ロッテリアあるけども、今日はごめんなさい、ロッテリアパス。久しぶりに来たけども、あれあれちょっと廃れてるな。今日土曜日なのでもっと賑やかな雰囲気でもいいんですけども、日本語見つけた居酒屋もろみ。そしてここら辺からどんどん飲食店いっぱいあるんだけど、その辺よりも人がいねえな今日。どうしたんだろう、コロナの関係かな。北海道寿司、え、これはもうニョニョニョって書いてるハングルがねちょっと読みにくいのよ。ポッポッ、あ、これがホッ、んポッケド、ホッケド、ホッケドになってるよ。あ、ん、もうニョニョは読めないのよ。あれ結構ほんと閉まってるな。今日土曜日なので本当にここら辺人がいっぱいいてもおかしくないですし、昔来た時はここら辺人いっぱいいたんだけども、残念ながらそんな土曜日いえども、うん、あ、めちゃくちゃいい匂いする。あ、どうしよう、何食べよう、何食べようか。本当に何も決めてないので思いつきで入りたいと思います。焼肉もおいしそうだね。確かこの奥に手軽にサクッと食べられるチキンのお店があったような記憶があるんですよね。まだあるかな、ちょりっと行ってみましょう。ありました、ありました、あそこの黄色い看板のお店。結構するね、1000円ぐらいするのか。あ、やっぱり今高くなってんのよね。ほら、あ、高いな、高いな。ちょっと他のとこ見ましょう。まだまだお店いっぱいありますので、どうすっかな。日本も韓国もやっぱり物価がどんどん上がってきてますので、貧乏旅行にはちょっと辛いよね。なんか昔ここ来たことある気するな。何のお店だっけな、サムギョプサルだったかなこのお店。あー、どうしようどうしようどうしよう、何食べよう。もう迷ってるならもうパッと決めてパッと食べろって話ですよね。こういう雰囲気のお店嫌いじゃないよ。オンマソン、キンパ屋さんか。で、あ、オムライスとかもあるのか。オムライスあったりだとか。あ、どうすっかな。あ、ここ行ってみっか。チームケチャナよ。あ、こなしたよ。残念でした。チュムマガン、まあ、読めるけど分かんない。あ、残念。ここいいなと思ったんだけども、また次のとこ探したいと思います。隣がこれがコギウォンチク、コギウォンチクなので、プルコギだとかそういったお店じゃないかな。確かここら辺でおでん食べたことあったような、なかったような。もう全然思い出せないな、久しぶりにここら辺来たので。何食べよう。こうやっていくと1秒1秒時が過ぎていくので、もうスパッと決めないとな。ここ良さそう。トンナムコッパ、コダリチョリン。メニュー見ましょうか。あ、安いじゃん。はいはいはい、あ、はいはいはい、クッパか、クッパの店。あ、いいね、クッパの店ですよ。あ、ここにしよう、決めた。ここで食べます。一番上がコンナム、もやしのクッパ、キムチコンナムクッパ、これが餃子。あ、餃子のクッパも美味しそうだね。うわー、どうしよう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 、迷う。ビビンバも美味しそうだし、ビビンバーなラウンジでも食えるしな。どうしよう、チヂミもあるしね。そもそもやってっかな。チェックケチャナよ。大丈夫そうだな、よし。マンドゥクッパー、高菱だよ。マンドゥ、マンドゥクッパー、で高菱、で高菱ない、なー、オプソ、いえ、オプソよ。どうしよう、残念ながらタッカルビはないということだったので、今回は餃子クッパー、これだけにしたいと思います。韓国の食堂はだいたいこういった副菜、キムチ、カクテキなど無料でついてくるので、ここのキムチどんな味かな。本当にお店によって味が全然違うのよ、キムチって。酸っぱいお店が多いですね、韓国のキムチって。ここのキムチはどうでしょうか。いただきます。
ちょうど中間ぐらい。ただ辛い。きた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 。すごい。熱々。湯気見えるよねこれ。おおすげえ。これはもう絶対やけどするよ。見て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 これ直接。これ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 。これはすごいわ。でご飯がついてくるよと。これはもう熱くて食えんな絶対に。まあ、ただこの状態で食べられないとは思うけども、フーフーせずに行ってみましょうか。よし、いただきます。だいぶグツグツ収まったけど、まだやっぱグツグツすごいね。まずスープからフーフーしないでいきます。熱いけどうまい、めっちゃうまい。これなんで出汁取ってんだろうな。もちろん全く辛くないんですけども、すんごい出汁出てれば。牛骨かなこれ。あ、これはご飯合うね。中身はもやしと韓国海苔と餃子とネギ。とてもシンプルなんだよ。超シンプルなんだけどスープがマジでうまいわ。もやしシャキシャキ。これで6500ウォンだから大体650円ぐらい。もうクッパなのでご飯入れて食べるべきなんでしょうけども、どこで食べようかな。でもやっぱ入れるべきですよね。うん、入れて食べるか。うまいわ。今日本当に何も食べてないと言っていいほど、 ANA ラウンジのピンク色の袋のお菓子を3つ4つ、あとは松山空港で天ぷら1つ、飴玉スープ、これだけプラスドリンク。まあ、今回なんて言ったって韓国に夕食を食べにだけわざわざ来てますからね。札幌から大阪松山経由で来たかやるわ。そして餃子がでかい。何これ、何これ、超でかいんだけど餃子。すごくないですかこれ。で、あ、これはでかいよ。いただきます。この餃子はマジですごい。ほらでかすぎ。いただきます。野菜のあんぎっしり。これはうまい。スープとも合うし、あとはこれ普通にお醤油とかお酢、餃子のタレつけても絶対うまいね。いや正解だよ。そしてこの後はご飯の中に投入したいと思います。ご飯を中に投入。これぞクッパ。全部入れないでちょっとだけにします。まずはなのでご飯と一緒に。生き返るわ。これはうまいね。最高。うん、それではこれとりあえず食べて、まだ余裕ありそうだったら他のお店も行きたいと思います。暑いわ。もうそこ食べ終わるんですけども、ここで悲しい事実やっちまった。卵入れ忘れたのよ。うわ失敗したわ。あんだけグツグツ煮立ってればね、卵もすぐ固まるでしょうし、卵入れたかったよ。失敗。ごちそうさまでした。美味しかった。もう一箇所ぐらい行きたいかな。今夜の10時ぐらいなんですけども、普段なら絶対食いませんけれども、今日は行っちゃいますか。ここいいじゃん、ここいいじゃん。おむくうどん、おでんうどんがあるのよ。普通におでん食いたいんだけども、おでんだけ売ってるのかな。とりあえずここ次入りましょうか。韓国っぽくない食事で大変申し訳ないんですけども、ここ入ります。どうしよう。ちなみに値段書いてねえんだよな。これもいそうよね。チャンジーグクスうどん。いやでもおでんうどんかな今日は。おでんうどん。あーピビングクスもおいそうだね。あーどうしようどうしようどうしよう。餃子もうまそう。おもくどんちだよ。あーでやでやでや。恥ずかしい。券売機で買ってくれということでした。あーどうすっかな。おもくうどん。いやでもさっき似たようなやつ食べたしな。ジャージャー麺もおいそうだし、ビビングクスもおいそうだし、チャンジグクスもおいそうだし、チャウミョンもおいそうだし、あー結局どうすっかな。とんかつもおいそうだしな、キンパもおいそうだしな、どっちかかな。やっぱこっちにすっかな。最初おでんの方がいいかなと思ったんだけども、なんかおでんのスープとさっき食べたスープ同じような気するんだよな。
って考えたらこれも同じか。ビビングックスの方がいいかな。結局おでんうどんにします。結局おでんうどんにしました。おでん単体でよかったんだけどな。ここのキムチはどんな味でしょうか。本当にお店によって全然味が違うので、何らかの日本のキムチの方が美味しいなと思っちゃう自分がいます。韓国のキムチちょっと酸っぱいところが多いので、うん、あ、美味しい美味しい。全然酸っぱくない。あ、ここのキムチうまいわ。魚介系の旨味がしっかりと染み込んでるので、これとご飯食いたいね。うん、あ、ここのキムチうまい。ラッキーのところのキムチと全然味が違うんですよね。魚介のエキスが本当にいいわ。このキムチ使って豚キムチとかやったら最高にうまいだろうな。おでんうどん到着しました。おでんがどん、あ、違う。これちくわみたいなの入ってるわ。あとガンモみたいな。今まで食べてきた韓国のおでんとはちょっと違うけども、これも絶対美味しいと思う。あと麺がこれなんだろう、ラーメンの麺と盛岡冷麺の麺の中間みたいな感じ。これうどん。あとはカニカマが入ってて、油揚げが入ってて、ネギと海苔。まずスープからいきましょうか。ちょっとキムチが美味しいあまりに食べ過ぎちゃって、今ちょっと舌がピリピリしてきちゃったので、この舌ピリピリ直したいな。美味しいんだけどちょっと辛いのよ。あんま辛いの得意じゃないので、ね、スープ、あ、美味しい。あっさり系。さっき食べたクッパのスープとはちょっと違うな。これ鶏ガラかな。うん、これでラーメン作っても普通に美味しいと思うわ。そして麺いきましょう。麺ってこれ歯ごたえすごそうだな。いきます。うどんよりもダントツラーメンに近い。かといってラーメンともまた違うんですよね。なので先ほど言った盛岡冷麺とラーメンの中間ぐらいかな。普通に美味しい。日本だとなかなかこういった麺味わえないのでいいね。油揚げも美味しいわ。海苔もいっぱい入ってるし、あ、海苔うまい。海苔は間違いないわ。美味しいね。そしてカニカマが1本ドンと。カニカマです。そしてメインのおでんいきましょうか。皆さん韓国でおでん食べたことありますか。韓国のおでんって基本串に刺さってるんですけども、日本のおでんとは全く別物なんですよね。ただこれも今まで見たおでんじゃないのよ。自分がイメージするおでんってこれ、この具材がもうニョキ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 連なってるっていうイメージなので、上の練り物はおでんで見たことないけども、めちゃくちゃうまい。味が最高にうまいわ。で次油揚げみたいなやつ入ってるんだけども、いきます。練り物、つまりうまい。で次食べるのが普段私が韓国に来たら食べるおでんなんですけども、これも、うん、問答無用でうまい。やっぱりおでん最高だわ。で最後にちくわみたいなやつ、うまい。全部がうまいわ。今回は本当に韓国に夕食を食べにだけ来てますから、もう食べ終わったらもう即帰国します。明日好評であれば他の国でもこのシリーズやっていきたいと思いますので、この動画見てください。ごちそうさまでした。もう食えんわ、無理だ、お腹いっぱいです。なので今回の夕食を食べに韓国に来る、ここで終わりたいと思います。この後なんですけども、空港に戻る前にこのエリアチムチルバンあると思うんですよね。昔来てた際は泊まってた、なんだっけな、24時間プルガマサウナっていうところがあったんですけども、そこ潰れちゃったみたいなんですよ。 Google マップで検索したら出てきたお店がありますので、ちょっとそこ覗いてみたいと思います。本来はそこに泊まろうかなと思ったんですけども、今日はもう搭乗券発券できてしまったので、このまま空港戻って保安検査通って
制限エリアの中で夜を明かして明日の便で帰りたいと思います。着いたんだけどもなんだか怪しいなこれそもそもやってないんじゃないかっていうのと、昨年久しぶりに韓国行ってチムチルバン泊まってちょっと小汚くて嫌だなと思ったら、実はそこがゲイサウナだったっていうのがあったんですよね。もちろん私ストレートな人間なのでかなり恐怖体験アンビリバボーだったような状況だったんですよね。思い出すだけで鳥肌立つわ。本当にここやってんのかな。とりあえずこの雑居ビルの中入ってみましょうか。何階なんだろうか、それすらもわからん。これかサウナ、ナムタンが下、男湯が下、女性は3階みたいですね。料金だけ覗いていきましょうか。絶対違うじゃん。ここもなんだか工事中だし、卓球台がなぜか置いてあるよ。どういうこと？絶対下じゃないと思うんだけどな。ここじゃないね。ってことはここのサウナやってないってことになるのかな。絶対ここでもないわ。女性の受付3階、ここにも書いてるんですよ。ご覧いただいた通り真っ暗。ってことは今このエリア、ウンソ、チムチルバン、サウナがないってことでいいのかな。もし分かる方いらっしゃれば教えてください。ここにあったか、おでん屋さん。今もお腹いっぱいで食べられないんですけども、さっきのうどんじゃなくておでん、うわー、こっちにすればよかった。運送駅に戻ってまいりました。この後はインチョン空港に戻りたいと思います。本当に夕食のためにだけ韓国に来たというわけのわかんないことをしてしまいました。ちょうどいいタイミングで列車到着。待ち時間なし、最高。インチョン空港戻ってまいりました。今回は韓国に夕食を食べに来るということで、クッパとあとはおでんのうどん、これを食べてまいりました。正直お肉料理とか食べればよかったなっていう風な思いはあるんですけども、僕の胃のキャパシティはもう限界をとっくに超えて頭痛くなってきました。お腹いっぱいになりすぎて、なのでこんなわけわかんないことをしてきたんですけれども、往路松山からソウル7,690円、袋次の動画で紹介するんですけど、袋もなかなか安かったので本当にびっくりだ。今までこんな金額で乗ったことねえよっていうぐらい安かったので、ぜひ次回の動画もご確認ください。今回はもう急遽ノリで思いついてきたので、昨日若干寝不足、そして今日も朝早く起きてずっと動きっぱなしだったので、先ほど言った通り頭が痛いので、もう今日は早く寝て明日はバッチリの体調で日本に戻りたいなと思います。良い子の皆様は真似しないようにした方がいいかもしれませんね。やっぱりある程度日数を取っておかないと楽しむもの楽しめないなっていうのが正直な感想ではあるんですけども、今回はもう正味何時間だろう、3時間4時間ぐらいしか滞在しておりませんが、明日の朝の便で日本に帰りますが、夕食を食べに来るためだけに韓国に来たよというお話をお届けいたしました。今回の動画以上になります。皆さんぜひチャンネル登録をして旅行者気分を味わいましょう。その際の旅行者、皆さんの高評価ボタン、いいねボタンです。ツイッター、インスタのフォローも合わせてよろしくお願いいたします。本日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それではバイバイ。